皆さんこんにちは兵庫県弁護士会の弁護士の草場氏です。本日は「下請けいじめだと思ったら」というテーマで相談事例を通じて下請け法を理解して自分の会社を守る方法についてお話しします。皆さんは仕事上の取引で発注者から突然仕様変更を求められたり値下げを要求されたり理不尽だなぁと 感じることはありませんか知らず知らずのうちに下請け法に違反した取引をさせられているなんていうこともあるかもしれません。この動画を通じて皆さんが日常的な仕事上の取引で下請け法に違反しているものがないかというのをチェックする機会としてもらえばと思います。さて、そもそも下請け法とはどのような法律でしょうか一言で言うと事業の規模の大きい会社から 仕事を受注する弱い立場の下請け業者を保護する法律です仕事を発注してもらう弱い立場の中小企業個人事業主が不当な要求をされないように発注者側である大きな会社の義務や禁止行為を定めていますそれでは下請法の適用場面を確認していきましょう下請法は取引の内容と資本金区分 の2つの要素から適用される範囲を定めていますまず取引の内容について製造委託修理委託情報成果物作成委託益務提供委託の4つの取引が対象になりますそれぞれの具体的な例も挙げていますので気になる方は動画を止めて確認してみてください次に資本金区分についてですまず先ほど見た4つの取引累計全てに関し 相手が資本金1000万円を超える場合であなたの会社が資本金1000万円以下であれば下請け法の適用があります。また画面の通り下請け法では1000万円の基準とは別に取引の内容により資本金3億円を基準とする場合と資本金の額5000万円を基準とする場合が定められています。 しかし少し細かいので今回は資本金の区分について1,000万円3億円5,000万円の3つの基準があることのみご確認いただければと思います。それでは典型的な事例から下請け法の規制を考えてみることにしましょう。資本金の額が800万円の X 社は資本金の額が4億円である自動車メーカー Y 社から自動車のハンドルの製造を委託されています。自動車のの部品の1つであるハンドルを X 社がが受注していますが この取引は、下請け法の適用がある製造委託の取引にあたります。また、資本金の額を見ると、発注者の Y 社が4億円、委託された X 社が800万円であるため、下請け法が適用されるものと思われます。今回は、X 社からの相談事例として2つの場面を考えます。1つ目の場面です。X 社が Y 社の使用者の通り、 作成したハンドルを納入しようとしたところ Y 社からハンドルのデザインを変更した上で納入してほしいと言われハンドルを受け取ってもらえないとのことです下請け業者の X 社は Y 社の指示通りにハンドルを制作したのに納入の段階で突然ハンドルの受領を拒否された場合 Y 社の行為は下請け法が禁止する受領拒否に該当しそうですまた ハンドルのデザインの変更に必要な費用を Y 社が負担せずに、X 社にハンドルのデザイン変更を迫る場合、不当な給付内容の変更をやり直しという禁止行為類型に該当する可能性があります。続いて2つ目の場面です。X 社がハンドルを納入した後、Y 社から代金は3ヶ月後に払うことにしたいと告げられたとのことです。下請法の適用がある取引については、 下請け業者から物品を受領した日から数えて60日以内のできる限り短い期間で下請け代金の支払い期日を定めておかななればなりません。もし60日を経過しても代金が支払われないそんな場合は Y 社は60日経過後から実際の支払いまでの日数に応じて年率14.6%の遅延利息を払わなければなりません。 今回は事例をもとに下請け法の規制の一部を紹介しましたが、お話しした以外にも下請け法にはいろいろな義務や禁止行為が定められています。最後に、下請け法に関する行政の関わりや罰則について確認します。公正取引委員会、中小企業庁では下請け取引が公正に行われているかを調査するために、書面による調査や立ち入り検査を実施しています。違反事例があった場合には、公正取引委員会から 違反業者に対して公正な取引をするように指導、勧告が行われたり、違反事業者の会社名が公表されることもあります。また、下請け法上の義務を守らなかったり、公正取引委員会等の職員の立ち入り検査を拒んだりした場合には、罰金に処せられることもあります。公正取引委員会、中小企業庁には、下請け法違反に関する通報窓口も設けられています。通報者が誰なのかを知られないように配慮されているので、 安心ししてて利用してくださいもっとも下請け法違反かどうかを的確に判断することは必ずしも簡単ではありません。今回の動画を見て下請けいじめを受けているかもしれないと思い当たるものがある方はまずは弁護士にご相談ください。ありがとうございました。